はい、皆さんこんにちは、ワンダリングルフィッシュです。では今回は提督の決断法バープギート PS 版、続きをプレイしていきたいと思います。最初にですね、内政を一通り入れておきましょう。まずは兵器開発で、前回、新兵器開発できなかった高性能火薬、これを開発できない、お金が足りないですね。5000円必要なんですが、今持っているお金はまあ3000円ということで、ちょっとこの高性能火薬早く、確保したいところではありますが、ちょっと手に入れられてないという状態です。で、前回オーストラリア攻略してもらった空母艦隊、こちらには航空機を配備しておきましょう。委任命令出てるかどうしよう。いや、委任を解除してでもきっちり搭載しよう。ここは爆撃機の数を増やしましょう。雷撃機の数がちょっと少なくはなってますが、加賀にも搭載率 87% なので、逆に加賀には、では雷撃機をね、増やします。で、赤城は爆撃機を増やしましょう。で、艦隊の方なんですが、あ、生産ね、行いたいんですけど、もう完全に鉄がゼロというね、危機的状況にはなっているので、ちょっと今回は生産は見送りましょう。代わりにといってはなんですが、産後会に艦隊を出します。まあ、2個の空母艦隊を出しましょうというところですね。で、南シナに入った艦隊は、第2艦隊を編入しましょう。第2艦隊、この5隻を、そうだなぁ。まあ、普通に考えたら、この第9艦隊と第2艦隊をガッチャンコしましょうか。まあ、第2艦隊の方が戦艦が入ってますので、第2艦隊の方に第9艦隊を入れるという内容になります。数が17隻になっちゃってるんで、まあ、1隻ね、排除して、その1隻分を第1艦隊へと加えていきましょう。で、ついでにね、提督も乗っていないようであれば、提督も乗せていっちゃいましょう。第1艦隊から確認していきます。中将以上になった人いないんだよね。いない。乗船できる、新たに、乗船できる提督というのはいないですね。では、駆逐艦に乗せていきますか。前回、撃沈された、沈没したものがなければ、新たに乗船できる人はいないので、以上になりますね。新しく提督は乗せられないので、以上の艦隊。これを、レイテへと動かしましょう。レイテにいる、アメリカ軍と初の交戦になるんじゃないかな、というふうに踏んでます。で、この後の艦隊の運用なんですけども、まずですね、山本五十六率いる戦艦部隊、第1艦隊中心とした戦艦部隊は、この後、レイテ、セレベス、ジャワと、侵入をした後に、小笠原へ戻ります。一方、今回産後会に突入するオーストラリアを攻略した第3、第7艦隊は、一旦南太平洋まで進出。その間に第10艦隊は、オーストラリアのドックで修復します。では、これで、ターンを進めていきましょう。お金がね、本当に欲しいですね。輸送船の配備。輸送船を配備できるところは、優先配備をしていきたい。鉄が欲しい。今、鉄が欲しいので、鉄が取れるところに優先配備を行っていきましょう。鉄が取れるのはオーストラリアだよね、やっぱり。オーストラリアに輸送船を配備しちゃいましょう。輸送船。4機。4隻か。もうちょっと欲しいですね。15隻まで配備できるオーストラリアで4隻しか配備できない。まあ、これが、まあ、正直なところ、現状の日本軍ですね。では、まず、目標としているレイテ、こちらに突入をしていきましょう。全艦隊兵力を投入していきます。
で、レイテなんですけども、アメリカ軍の艦隊が駐留しているということが、まあ、想定されるという海域になります。で、レイテの攻略に関して言うとですね、敵の飛行場が、まあ、おそらく2つというところ、まあ、これはね、今までの経験上なので、新しく敵の方がね、航空基地を作っていなければ、2つ、島の左側、2つの島にあるはずなので、艦隊を向かわせていきたいというふうに思います。では、第1艦隊から。で、第2。第12艦隊と。で、第12艦隊に関して言うと、もう、砲撃能力がほとんどない駆逐艦だけの艦隊になっているので、これは、まあ、泳がせる。敵の注意を引きつける。おとりになってもらって、第1艦隊、第2艦隊で、砲撃の末に敵の飛行場を撃滅するという作戦になります。では早速艦隊動かしましょう。まず第1艦隊から。第1艦隊は最初に敵の飛行場のある場所へ向かいましょう。第2艦隊もね、敵の飛行場に向かっていきます。で、第3艦隊、第12艦隊はね、ちょっと適当に泳いでもらいましょう。敵の、注意を引きつけてもらえれば一番よしという展開になります。夜のね、戦いになりますので、しばらく敵の航空基地から飛行機が飛んでくることはないので、敵の艦隊にだけ気をつけます。まずは第一艦隊を敵の飛行場のある場所へと誘導しましょう。で、同じく第二艦隊も誘導していきます。了解。ではね、夜間の戦闘になりますので、一旦時間を早めていきます。敵艦隊発見。敵艦隊発見。それでは第2艦隊を敵の艦隊の攻撃に向かわせます。第12艦隊はそのまま下へと南下を行いましょう。第12艦隊が敵と遭遇しています。第1艦隊は飛行場発見済みです。これは砲撃で仕留めにかかりましょう。一方、第2艦隊、これも砲撃で敵の艦隊を狙います。もう夜間戦闘になるとほぼ真っ暗、何も見えないという状態にはなりますね。さあ、設定を通常のスピードに戻して、しっかりと敵の艦隊、敵の航空基地、両方の撃破を行っていきましょう。まあ、ある程度の被害は覚悟の上で戦っていきます。第一艦隊は一旦横付けにして敵基地の破壊を優先します。まあね、ここは長門はじめ戦艦が3隻入っている艦隊なので、ある程度ダメージソースとしては期待できる艦隊になっています。で、第2艦隊の方が敵の艦隊を見失いましたね。見失ったので南下させましょう。まだまだ夜明けまで時間はあります。今おおよそね、ちょっと暗いですが3分の1ほどダメージを与えています。第2艦隊の目的地をちょっと一旦変えたかったけど変えられそうにないな。そうなると、効率を優先して第1艦隊を南へと向けましょう。
で、第2艦隊を代わって、敵の北部にある飛行場の破壊に向かいます。これのがね、多分効率が良さそうです。まだ時間はありますからね。夜明けまでに敵の飛行場を1つ2つと、破壊を進めておきたいという思いです。しっかりとここは敵の基地、破壊を優先しましょう。第2艦隊は指定地点に到着済みです。そしたらもうちょっと先行して敵の基地攻撃に入りましょう。了解。今は第1、第2両艦隊から砲撃が入っていますね。まあ、いずれね、第1艦隊は、南下をしていますので、第2艦隊が敵基地の攻撃を受け負うという形になります。第1艦隊はこのまま敵基地の攻撃に向かいましょう。南の島の湾に飛行場があります。で、そうこうしているうちにおそらくこちらの北側にある飛行場、ここの壊滅が完了するはずです。もうほぼ終わりですね。第一艦隊はほぼ無傷。艦砲射撃で敵基地を破壊していきます。揚陸艦を配備してないのでね、まあ、占領という形ではなく、あくまでも破壊という形になります。では、第2艦隊は洋上へと動かしていきましょう。おそらくね、破壊が終わります。あ、ちょうど終わりましたね。第2艦隊は洋上で艦隊決戦に備えます。おっと、ちょっと待って。思ってた場所と違うところにあるぞ、敵の飛行場が。了解。まあ、ただ、敵の飛行場ね。ああ、3つある。敵の飛行場3つでしたか。2つかなと思ったんですが、レイって3つありましたね。そしたら、この2つの飛行場の攻撃に入りましょう。で、当然第2艦隊も応援によこします。第2艦隊も応援によこして、第1、第2両艦隊で、敵飛行場を破壊します。思ったよりも敵の飛行場が多いという状態ですね。日の出までまだ2時間あるので、この間にできるだけ敵の飛行場を削りましょう。そしたら、第1艦隊の攻撃目標を完全に下側の飛行場に変えて、第2艦隊の攻撃目標を上側の飛行場へと変えていきましょう。了解。で、第12艦隊は泳がせます。了解。敵の艦隊の場所を探ってもらう。日の出まであと1時間というところですね。まあ、もう一個の敵飛行場も破壊完全にできてしまえばよかったんですが、二つの飛行場を残した状態で、まあ、夜明けを迎えるという展開になります。さあ、第二艦隊の伊勢も砲撃を始めましたね。敵の飛行場に対して砲撃を始めてます。もうすぐ夜が明けます。夜が明けると敵の艦隊が出てくる。それだけじゃなくて敵の飛行場からね、航空機も飛び立ち出しますので、日の出を迎えましたね。ちょっと動いとかないと怖いという感じにはなってきます。了解。なのでちょっとね、こまごまと動かしていきましょう、艦隊は。了解。航空隊も出していきます。
まあ、軽空母には直縁の部隊だけでも良かったかもしれませんね。第一艦隊に入ってる軽空母は。あくまでも、敵の航空機を頭上で、撃墜していく防空用の、まあ、軽空母という位置づけでも良かったかもしれないです。今だとバランスよく配備してしまってるので、まあ、器用貧乏という表現がね、できてしまうような、そういうような、軽空母の艦載機の構成になっているので、これはこの後少し見直しをかけてもいいかもしれません。そうですね、偵察機も出しましょう。と思ったけど偵察機が出せない。雨が降ってきている。この雨は大きいよ、でも。では第一艦隊は洋上へと動かしましょう。第二艦隊は引き続き敵基地の攻撃に当たります。航空隊着艦。了解。敵飛行場撃滅。さあ敵の飛行場を破壊して第一艦隊もいよいよ洋上で敵の艦隊の捜索に入りましょう。了解。第二艦隊は引き続き基地攻撃に入ります、まあ、こっちもね戦艦を増強しているので火力としては十分ですね。ご覧のようにあと4分の1というところまで削ってきていて、そのままね数としては順調に推移しているという状態です。まあ、雨が降ってきてくれたのが大きかったですね。夜明けとともに。これによって敵基地からの航空隊、この攻撃にさらされずに済んだというところで敵の艦隊もいなかった。あるいは少数というところで、レイテ、占領完了です。味方の被害。まあ、大きな被害は出ていませんね。アメリカ軍の方は第8艦隊を壊滅させました。近藤さん、中将が、鉱石地21。あとは、木梨少佐、これ13確保してます。で、珊瑚海ですね。ここもね、空母艦隊突入させていますので、ここまでプレイの方は進めていきましょう。まあ、ここは、空母による攻撃を行っていくという、目標になっていて、まあ、第一目標としてはもちろん敵の基地をね、占領、まあ、破壊するというところなんですけども、さすがにここまで大規模な艦隊決戦が全然ないということから、もうちょっと心配なのが、どっかの海域に、大規模なね、艦隊がいるんじゃないかなという気がしています。なので、そこだけ注意をしていきたいというふうに思います。では、プレイの方を進めていきましょう。日の出とともに、偵察機を飛ばして敵基地を破壊。発見と同時に破壊を行っていきます。雨が降ってるね。了解。了解。一応、夏休みのね、予定をお話ししたいと思います。夏休みは、今のところ8月普通に取ろうかなと。ただ、お盆には被らせないで、お盆からちょっとずれた時期に、まあ、僕の会社だと6日間、もらえるので、まあ、最大だと11連休とかにできるんですけど、まあ、ちょっとそういう贅沢な使い方をするかどうかっていうのはまだ検討中なんですが、まあ、8月に取って、バンコクにね、遊びに行こうかな、というふうに思ってます。で、まあ、少なくても、土日を絡めて、6連休ぐらいを取ってしまおうかなと。で、まあ、その中で、
5泊6日、バンコクっていうのを入れていきたいと。で、有給もね、もう、皆さん同じだと思うんですけど、全然使ってなくて、毎年、溜まる一方なんですよ。で、今だと僕40日、有給溜まってるんで、まあ、有給休暇もね、ちょっとは使いたいので、有給休暇を使って、まあ、第1回目の夏休みと、いうのを8月。で、10月ぐらいに遅めの夏休みみたいなのもね、取れればいいかなということで、目論見としては、8月にバンコク、10月にもバンコクっていうのはね、一番、嬉しい展開なんですけど、まぁ、ちょっとね、仕事の量とかと相談しながら、計画、予定、期待としてはそういう形で、8月、10月とバンコクに行く予定です。で、5月にバンコク、8月にバンコク、10月にバンコクという形になるんで、まあ、去年に比べたらね、バンコクに行く回数圧倒的に少なくはなっちゃうんですけども、まあ、そういう形で、行きたいなというふうに思ってます。で、お話してる間に夜明け、雨が止んでるので、偵察機を飛ばしていきましょう。今ご覧いただいているのが、これが第7艦隊の方になりますね。そして、今画面上からカメラが出ている形になっているのが第3艦隊空母艦隊ですね。南雲さん率いる空母艦隊、敵に発見されたかな。さあ敵基地を攻撃していきましょう。発見しています。さあ第7艦隊は動きましょう。しっかり第3艦隊も動いていきます。敵に発見された以上は動いていきましょう。了解。直縁を飛ばし始めたものの、敵の航空基地一つだと思うんですが、その航空基地からどれくらい数が出てくるかですね。ちなみに艦隊は今のところ発見できてません。偵察機出してますが。航空隊発艦。さあ航空隊龍城から爆撃機が発艦。航空隊着艦。ではこちらも見ていきましょう。爆撃機が飛び始めてます。画面下第7の方に龍城が入ってますね。龍城からの爆撃機が先に敵の航空基地上空に到達。続いて第3艦隊空母赤城加賀など正規空母4艦からの爆撃機も敵基地上空で爆撃を開始してますね。半分削ったね、1回で。もう1回基地攻撃隊を発艦させれば、蹴りがつきそうです。爆撃機の数増やした甲斐がありましたね。了解。第3艦隊がもう1回ね、基地攻撃に入れるように準備を行います。攻撃隊が戻ってきてますね、今続々と。そしたら続いて第2波攻撃を行っていきます。航空隊着艦。龍城から先に航空隊また飛ばせますね。飛ばします。続いて第3艦隊からも、空母艦隊からも攻撃2波、第2波を行っていきましょう。これでうまくすればね、敵基地の攻撃が終わります。ここまでも本当に大快進撃ですね、日本軍。PC 版も含めてここまで順調に攻略が進んだことっていうのは多分今までないんじゃないかなと思うんですけど、まあ、喪失した艦艇の数も少ないですけど、シンガポール、オーストラリアと順調に攻略が進んで、太平洋からアメリカ軍を追い出す準備が整いつつあるという状態ですね。で、画面の右奥の方から味方の航空隊が殺到しつつあるという状態です。で、画面の手前から突入していっている爆撃機が龍城ですね。よし、ここも完勝。もう申し分なしの戦果。これで
珊瑚海取った艦隊は一度、日本海に戻して、オーストラリアに戻してドック入りさせて回復を行います。ヨーロッパの方はね、もうイギリスと、ドイツと、激しい攻防してますけど。今のところ、日本軍としては一方的にね、攻撃を行う側ということで、守り側にならずに戦えてますね。もう一回守りになるとね、結構しんどいんですよね。まあ、ただここは、幸いにも我々日本軍はまだ攻勢をかけているという状態で、守勢には回っていないというところです。で、新しく艦船レーダーが一つ開発可能になったよという話で、連絡が入っていますね。で、冷戦の21型、これが生産可能。で、さらに32型、錦水船が開発が可能になりましたということで、お金と相談しながら、冷戦の32型はできるだけ早く、開発を終わらせていきたいというふうに思います。というわけでね、今回、珊瑚海、そして、レイテと、二つの塔の攻略を行うことができました。次回はですね、先ほどお話したように、南雲さん率いる空母艦隊は一旦オーストラリアでドック入りした後、南太平洋まで侵入。一方、山本五十六さん率いる戦艦部隊は、残っているね、セレベスとジャワを、攻略して南方作戦を完了したいというふうに思います。では今回はここまでにさせていただきたいと思います。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですね、ツイッターの方で動画の収録状況とあとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。